午後になると無料駐車場は開くみたいです。今日は遅昼、エスビットで調理です。アルコール2個でやります。ダブルだぞ。風はどっちかな。ロック外した。ついた。ついたついた。安定するかな。安定しておける？火力やいかに。これで火力はどうかな。モンベルです。山ボトルっていうのか。しばし待つ。ダメならバーナー。違う、ひばだ山。女坂で登って鳥居のところで景色を眺めて帰ってくるならとてもお手軽な山でした。ぐるって回って戻ろうと思うと結構険しいところがありました。道も若干分かりにくいところもあって、あと台風の影響で通れないところもあって、思ったところを降りてくることができませんでした。隣の高崎山だったかな、そっちに行こうと思いましたが、ちょっと道を誤ってそちらには行けませんでした。日和田山から高崎山までは日和田山のすぐに急な下りがありました。ビビってそっちじゃない楽そうなルートを行ったらなんか行けない感じがあったので、今回は脇の方をそれて行ったらグデグデして、結局、かなり脇の方から降りてここへ戻ってくることになりました。ふーさん、リンゴ剥いてきてくれました。かわいい帽子のふーさんです。うん、おいしいね。ゆっくり入れてね。もうまだガリガリなんだ。贅沢。はい、牡蠣入りました。しばし待ちます。いい匂いしてきた。でも国たちしたらいいと思うよ。うん、天地がないって言ってる。できたみたいです。おー、美味しそうだ。グツグツしてる。火は1個、燃料は入れ足しました。ちょうど風が来るな。クツクツやりながら食べることになりました。食べてみる。おー、危ねえ。大丈夫か。食べてみる。おー、
牡蠣もある。美味しそう。うん。牡蠣がいい味。牡蠣が美味しそう。うまいぞ。牡蠣が美味しい、うん、うん、いい味。炎もあったかい。風がやむとあったかい風が来る。あったかい炎が熱気を感じるな、ね、うん、美味しくいただきました。今回分かったこと、 S ビットで大火力を欲しいとき、構わず4つぶち込んで火をつければかなりの火力が得られることが分かりました。このクラスの鍋で沸騰させたい人はやっぱり4つまとめてやって、後から数を減らしていくといいんじゃないのかな、そういうふうに思いました。固形燃料も便利ですね。食後のデザートはリンゴ。いただきます。おいしい。あと片付けして帰るぞ。ちょっと日が傾いてきた桧原山、とどめでお菓子を食べて帰ります。花園フォレストかな、うん、ね、美味しそうなお菓子です。トロランタン、重たいお菓子だよ、これが。本当だ、お食べてみる。これ食べれば遭難しないやつだね。コーヒーです。あー、美味しい。これから山に行く人もいます。冷たい風が吹いてきます。寒いな。これ食べてカワセミロードを走って帰ります。この先が有名な駒神社ですよ。第4駐車場までありました。カメラがすっかり冷たくなっちゃった火曜日でした。結構この辺ってさ、カフェ多いんだよね。そうね、うん、何屋さんなんだろう。駒神社前を通過します。